めっちゃ綺麗。カラーをしていきたいと思うんですけれど、ここ飽きちゃうんですもんね、このなんかグラデーションになるのもね。なんでまあちょっとこう、ここがちょっとトーンが低いんですけど、ちょっとビフォアの状態を、まあでもこれでいいんじゃないかなぐらいの感じで思うんですけど、これ、まあビフォアの状態なんですね。で、多分この辺で、ちょっとトーンが違うと思うんですけど、まあここをつなげていこうと思うんですけど、ベタ塗りだとちょっとやっぱりこの、なんていうのかな、ここが差出ちゃうと怖いんですよね。前回の履歴の使ったブリーチ剤とか全くわからないんで、ちょっとここは今の色も使いながら、ここにちょっと縦にリタッチのブリーチを入れていって、彼女は髪質結構強いと思うんですけど、毛先あんまりもう痛ませたくなくてですね、あんまりちょっと毛先の方ブリーチつけたくないなっていう感じもちょっとありまして、やっぱ勝手な僕のあれなんですけど、なのでまあこの状態で色を入れたいと思います。基本的にあんまり暗い色が好きじゃなさそうな気がしたので、あとですか、違う、いいですね、暗い色好きじゃなさそう、なんとなく、なのでベージュっぽい色をちょっと目指していきたいと思うんですけど、ただどういう風に出るかって個人差がやっぱあるので、まあネープの方で見えない毛のとこで、まあ4色3、4色ぐらいちょっと検証、ブリーチしてる間にちょっとさせてもらってから何使っていくか決めたいなと思うんですね。美容師さん側とお客さん側でちょっと理想のがちょっとかけ離れちゃう場合もあるんで、ちょっとテストしながらやりたいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。中の方の重さが気になる、この下っていうより側っていう、確かになんかさ、これ本当は方法あるんですよ、取り方全然、もっとパシッってなる、パシッってさせたい、でもそがないだもんね、そしたらもしゃっとする、そいでもいいですか、怖いのはちょっとあるけど、一応じゃあ僕が説明するんで、それがダメだったらやめた方がいいです。はい、あんまり切るとか、中の方の重さが気になる、この下っていうより側っていう、確かになんかさ、これ本当は方法あるんですよ、取り方全然、もっとパシッってなるんですよ、パシッってさせたい、でもそがないだもんね、そしたらもしゃっとする、そいでもいいんですか、怖いのはちょっとあるけど、一応じゃあ僕が説明するんで、それがダメだったらやめた方がいいです。はい、ちょっと見せますね。なんでこうなってるかって、毛先がもうペラペラになっちゃってる理由をちょっとお伝えします。今ここ毛ありますよね、で毛先が薄いで、全部こうやって取ってるから、ここの量も取りたくないんです僕は。だけど根元のままわってしちゃってるんで、ここら辺ってラベンダーの色なんですか。そうですね、今度ラベンダーしてもいいと思えるようになった。
めっちゃ綺麗。大丈夫です。こっちの、うん、めっちゃ綺麗。これ取るとまた、ちょっと一回取っていいですか。一個大丈夫ですかね。大丈夫です。これを、これがこっちに入るんですよね。その、これを取る。うん、こっちにギュッと入れる。こんな感じで、ちょっと髪の毛上、下手だったんですけど、撮影でうまく撮れたんで、はい、いいですか。大丈夫です。5分で撮ります。はい、ではでは、お願いします。